はい、こんにちは、スクリワカメと申します。それではアイワナビーザー GB 早速続きをやっていきたいと思います。今回はモグラのボスなのかな、これは。ほどこで戦おうか。このなんか飛んでくんのは何？あう！とりあえずちょっと待って、安全なところで戦いたい。これはなんかモグラが置いたやつがここで当てらんない？あう！ここあれか、モグラが置いたやつが時間経過で時期で飛んでくんのか。鉄球が来ないところで戦いたいから左下か？ちょっと時間はかかるかもしんないけど、左下作戦で行ってみますか。ここ。ここでずーっとこう。そっち行くのか。おっと、オッケー。この戦法いいんじゃないですかね。だいぶ時間はかかるかもしんないけど、確実に鉄球をまずないものとして扱えるっていうのはでかい。どうしよう。あぶね。深追いはしないで行こう。であればこいつそんな強くないな。ほいほい。オッケーオッケー。あとモグラがこっち来るまで、こう、耐えてりゃいいわけでしょ？あ、危なかったな今。はぁ。これでも何周すんだろう、あと。こんな感じでいいわけですね。モグラこっち来んのかな？こっち来るとなるとまた話は別なんだけど、来ないんであれば もうマリオとかより全然弱い。お、え？もういいの？もういいの？なんてことなかったんだけど、てかこれ鉄球、え？ちょっと待って待って。鉄球に気をつけていかないとダメと。よし！ちょっと待って待って。やべやべ。鉄球やめてくれ。おっしゃ、もう倒した。っていうか、どこに隠しアイテムあんだ？え、あ、もうここに戻ってきた。え？マジで？ちょっと一回行ってみましょう、いつもの部屋に。え？これで、6体は倒したってことか。え、で、あともう2体。いるの？え？どこにいんの？あれ、左行ったら死ぬ感じでしたよね、確か。あ、行けるようになってる！え？え？あ、ワリオだ！また逃げんの？こいつから？うわ、この曲懐かしいな。え？待って待って！どこ行くの？え？これもしかして急いで行くとなんか足場消えるとかあるか。はにゃはにゃ、うー、やっぱそうだ、やっぱそうだな。ちょっと待って待って、うーわ、すごい時間との戦い。とにかくルートというか死んで覚えていくしかないな、これ。これ上は行けんのか。にゅー、これは、あ、上に上がるのか。ハリアップ。ちょ、待って待って、うそ、こっちじゃないの。そもそもこの曲がめちゃくちゃ懐かしい。よくやりましたよ、ワリオランド。ほで、ここ、オッケー。ちょっと待って、こいつは倒せんのか今回も。どっちどっちどっち、こっちでいいのかな。待って待って待って。え、もうダメじゃん。もうだ、危ねえ、危ねえ、ぐー、うーわ。オッケー、スピードスターになろう。ほいほい。ここでだいぶ稼いだな、今。ほー、よし。で、下下下。急げ急げ。ほいほい。かなり余裕を持って今回来れた、ここまで。で、うーわ、あの黒いやつに乗んないとダメか、一回。こっからこっから。問題はこっからよ。やべ、だいぶロスった、今。
こう。で、こいつに乗る。ここどうなってんの？ちょ、待って待って。こっち？え？うーわ！そういう感じ。どこだどこだどこだ、ルートは、うん、うん、どこ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 、え、ちょどこ、でもわざわざトゲがあるってことは右下の方になんかあんのかな。そうだな、え、ってわけじゃない、え、ほんで、え、あ、ここも開くの？ってことはまさかその隣？ほんで、こ、え？で、問題はここからなんだよな。いった！よっしゃ！で、え？お！やった！で、え、あれ、ん、え、これもしかして倒さないとダメだった感じ。うーわ、やられたあれちっちゃくなったら撃てんのかな。いや、もう完全に逃げおせたと思ってた。っていうか、むしろまたあの飛んでくんのかと思った、あいつ。そういうパターンか、今回。またあそこまで、ってかあれ、できる気がしないんだけど。いや、問題のここだな。はっ、よっしゃ、で、速攻で行く。やった！あ、そういう感じだった、やっぱり。これ、コイン飛んでこない？大丈夫？よっしゃ！え？あ、ようやく次のステージですね。どうしよう、とりあえず、ちょっと行ってみようかな。テトリスで、うーわ、これに落ちてくんのか。こっからセーブできないと。は、は、オッケー。うーわ、またやっぱこれだよ。きっついね。まあ、行くだけ行ってみるけど、どこに落ちてくるかわかんないな、今回。逆にあの左下なんか怪しく感じんだけど、隠しアイテムあったりしないかな。ここ何もなかったえ、じゃあ普通に行くしかないか、もう。うう、え、え、ちょ、待って待って、どうするかな。どこ、どっちが正解ルートなんこれ。こっち、あ、乗れんな乗れんな。 OK。 んで、こっちに渡るか。純粋にここはなんかもう罠っていうよりスピードなんか問われるような、うん、できればね、ここは因縁のステージ、あ、ランダムじゃないな、固定か、なんか落ちてきてる形が同じように見えるんだけど、気のせいかな。あ、う、固定っぽいな、固定ですね多分。であれば、やべやべ、あぶね、うわ、くそ、覚えちゃえばでもいけなくはないか。ここに、やっぱ四角いブロック来るから固定ですね。そうか、固定か、これ。へぇ。で、今度、そうだよね、イガイガが来るんだよね。なるほど、なるほど。オッケー、わかってきたな。こっちでいいかな。ただ、こっから本当にもう未知の、領域なんで、上どうなってんだろう。はいはい、ここまではいい、ここまではいい、全然。
で、問題はこの上に行ってからなんですよね。一回なんか横の棒が来るから、その後行こう。ん？こっちか。お、危ね。危ね。もうちょい、もうちょい。行けるぞ、行けるぞ。よっしゃ！え？で、ゼロ飛んでくんの？マジか。クソ、絶対行ったと思ったんだけどな、さっきの。なんでゼロが飛んでくるっていう可能性を考えなかったんだろう。愚かすぎるでしょ。こんだけアイワナやってきて、ゼロが飛んでくる可能性を考えなかった自分、本当にバカかなと。飛んでくるでしょ、普通。よいしょ。オッケーオッケー。なんだかんだここまで戻ってこれた。次、横棒が行ったら行こう。ここですね。で、四角が来たら右上に行く。おし。ほいほい。オッケー。勝利への方程式が。で、こ、よし。もうないな。よし。え？なになにこれ、めっちゃくちゃ重い。めっちゃカク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 してんだけど、なにこれ？塩？え？それともなに？俺がなんか、あれなのかな？パソコン？え？なにこれ？めっちゃくちゃ重いんだけど。すげえカクつく。音も、あ、セーブですね。ここから打って、いけるか。よし。え、なんだろう。どっか床抜けたりしないよね、これね。え、なーにこれ。よいしょ。まあ、とりあえず、どうしよう、セーブできたし、まあ、今回この辺で終わりにして、じゃあ次回この先を進んでみたいと思います。はい、それではここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。